ANA ホールディングス株式会社は、全日本空輸を中心とする企業グループ、ANA グループの持ち株会社である。日経平均株価及びトピックスラージ70の構成銘柄の一つ。航空輸送事業を行っていた、全日本空輸株式会社が2013年4月1日に、子会社に事業を譲渡し自らを持ち株会社制に移行したものである。 定期航空運送事業を中心とする企業グループの経営の統括を目的とする持ち株会社で航空輸送事業、旅行事業、商社事業を行う企業の株式を保有し ANA グループの経営戦略の立案や経営管理を行う。社名は持ち株会社制移行時に現在のものに変更した。航空機の登録名義は持ち株会社制移行後も ANA ホールディングスに残されている。なお、航空運送事業を継承した子会社は、全日本空輸株式会社に社名変更している。自民党総合政策研究所にホールディング参加である全日本空輸から社員を送り込んでいる。アノッドが株式を保有する航空事業者。このうちアワーク内にある企業は、アノッドの完全子会社であり、 ANA グループの航空事業者となっている。なお、2017年にピーチアビエーションに対する ANA HD の出資比率は67%に引き上げられている。また、バニラヤは2019年にピーチアビエーションとの統合により減損しない状態になっている。これらのほか関連企業も参加となる。2015年。 スカイマークに対して29億7000万円の出資を行うことを決定した。同年、スカイマークが民事再生法の適用を申請した後に組織された再生チームはスポンサーを募集。その他の航空業界からはデルタ航空、アメリカン航空、エアアジアなどが支援の意向表明をしたが、具体的な提案は特になかったと言われている。 同年8月5日、債権者集会が開催され、当社、日本政策投資銀行、投資ファンドインテグラル側の支援案と、債権者側である米航空キリース会社イントレピッド、アビエーションと、米デルタ航空による、独自案との決戦投票が行われた。その結果、議決見学60.25%、債権者数135.5票で当社などによる、 支援案が採用され、決着した。本再生案の成立に必要条件とされていた二つの点を同時に満たした。決め手となったのは、スカイマークが機体購入をキャンセルしていた大型旅客機エアバス A380 の買い取りも含めた提案と言われている。本件では、スカイマークはエアバスに対して、最大約7億ドルという巨額の医薬金を抱えていた。一方、 同時期に支援を名乗り出たデルタ航空からエアバスに対しては期限までに機材発注の提案がなかった。支援策決定後、各メディアは国内における第三極勢力としてのスカイマークの存在意義を問う論調であったが、当社の長峰とよゆうき取締役はスカイマークの経営独立性は担保されており、運賃や路線の設定などの面で、 ANA が関与することはないと、スカイマークの独自性を保持するとした。インテグラルの佐山代表も、交渉中は、ANA の進め方に反発する場面もあったが、再編案の収束後は、第一幕が終わり、今は同じ船に乗って、第二幕が始まる。全く違うステージに漕ぎ出す、ANA が出資することで、 スカイマークの運賃が高止まりするとの声もあったが、ANA としても出資先のスカイマークの売り上げが減るので意味がない。と話した。なお ANA は、コードシェアやシステムの統合をはじめとして議論し、今後のスカイマークに対して、整備、営業部門から人材を送ることで、機体の整備や、販路開拓の活動を支援する方針である。これに対し、 最上場を目指すスカイマークは全日空への依存度が高まることを警戒し、自前のシステムにこだわっていると日本経済新聞に表されている。この結果として、当社は羽田空港で8%分の1日36枠という発着枠を取り込み、出資先を合わせた同空港発着枠のシェアは約6割に上ることとなった。ありがとうございます。